が勝つ。今めきめきと力をつけている韓国から、韓国にも女子選手がいます。5番のジ・ウンパク23歳で、ポイントは 3.0 です。はい、パンフレットでは 2.0 なんですけれども、はい、大会でクラスフィケーション、クラス分けっていうのをつけた結果 3.0、はい、ね、そうなんですね。ユニチュアラグビーの日は3.0ポイントになることです。で、6番のバック強い選手が3.0で、15番の、はい、いい選手も3.0、はい、で、9番のパク選手が 2.0、はい、で、2番のチョイスが 1.0 ですね。3、3、2、1のラインです、はい、合計で 8.0 ポイントで、8.0 女子選手がありましたね、はい。甘い、15番選手が、このラインアップだと、はい、パンフレットと多分、フェンスが違ってきてると思うんですけれども、はい、点の情報とちょっと変わったというか、そうですね、はい、パンフレット上の点数だと詰めない時間が出ているので、はい、僕もちょっと発見しきれてないんですけど、さて、ここは。スローインとなりますか。ニュージーランドは1番の、キャメロン選手ですね、はい、左の肘から先で、右手の指、そして両足大体の先の欠損選手なので、はい、この選手はクイック、車椅子のチェアワークとして、狭いところでもすり抜けていくという得意なプレーもあるので、いいバン、速かったですね、はい、なので車椅子のスピードも素晴らしいものがありますし、彼の身体能力というのも素晴らしいものがあるので、はい、まあ、ユージアンドの1番のキャメロン選手にも注目していきたいですね。25歳、彼はパラリンピックのユージアラグビーだけじゃなくて水泳でも金メダルを取ったような、まあ、素晴らしい選手なので、身体能力という点ではこの腕の力だと峰島選手は本当ないですね。プレーに使うのは強い、はい、手がもう中心なので、腕の力というのもかなり供給されますね。なので、この代表レベルの選手は大体トレーニングでジムに通ったりですね、ウェイトトレーニングを行ったりとしてキングカップを使っていますね。おー、カットがショットクロックが1秒となったところで、ギリギリだったところでローポインターの2番のチョイ選手に、ね、パスをチャレンジしたところ、やはりこうパスを失敗してしまったので、まあ、確実性にかけるパスを出してしまったというところです。韓国は2番のキャプテンチェ・ウンチョイ27歳、ウィルチェア歴は11年と一番韓国で長いプレイヤーです。さあ、これを仲間に乗せて一気に突入しようとします。その前、15番のスッキーも止めていきます。あ、やはりキャメロン選手は狭いところでの自分のボールをキープしながらのランニングというのも得意ですね。はい、これ起こすときに一旦シートを敷いてからですね、こうして起こすわけですね。そうですね、床傷つけないために、はい、キーエリアで、これタイヤでしょうか、バッターのあたりでしょうか。ですね、ローポインターの選手ですので、ですから足を動かすことができないんですね、はい、なので、スタッフに足の位置をですね、倒れた時の出す位置がかなりずれたんだと思うんですね、はい、でそれを直してもらって、さらにバックルでですね、取ってるので、それを直してもらって、はい、安全面はしっかりと確保していたんですね。12秒のバイオレーションですね、はい、フロントコートまで、相手のコートまで、12秒以内にボールを運ばないといけないんですが、韓国チームは今12秒かけても、ボールを運ぶことができなかったということでの、ペナルティですね。ターンオーバーになります。はい、7点差でニュージーランド、腕の8ミリで思い切りボールを止めました。
キャメロン・メスミこうして狭いスペースを巧みなチェアワーク矢田林さんの注目プレーヤーということでもありましたニュージーランドの1番ですねキャメロン・メスミそうですねやはり 3.0 ということで彼がこうバットを出してくるとニュージーランドとしてもやりたいことというか、はい、なりますし、はいはいはい、今のように、まあ、1人で2人のディフェンスも変えていってしまうので、はい、あっという間に2人をかわして、はい、ジョシュアからのパス、これを決めて23対14としています、はい、で上に欠損のある選手なので、パスの精度とかも低くなりがちなんですけれども、しっかりと今のロングパス決めてきましたね。点差が開いてまいりましたね。ニュージーランドはしっかりとこう基本のプレーをしっかりと中心にこなしている印象があります。あれを3人で、はい、前下の上のボールを抑えに行ってキャメル選手が抑えた。で5番のパク選手のボールを抑えにかかったということでヘルドボールですね、ジャンプボールですね、はい。で真ん中の、手袋下に起こりながら赤い、はい、矢印の、はい、攻撃権から攻撃権のチームからスタートですね次もしヘッドボールを見たら韓国、はい、スタートですねで次のピリオドの開始もあの矢印で決めます10点差となっています残り5分1秒左手でいやこれパスを出すコース距離がかなり離れてしまっているのでかなり先行のパスを出さないといけないんですがそこにもディフェンスがあのそれぞれついてしまっているのでここでパスを通すというのはなかなか難しいですね、これだけニュージーランドのマークきついですかそうですねあの5人切る前にもディフェンスがかかってしまっているのでなかなか韓国は思い通りの、ディフェンスができていない状態ですね、はいこれ韓国陣営でのプレーが長くなっていますいいパスのゴール25対14竹原選手がボールを持っていることで5番のジーム・パク選手をこびり寄せてそこに空いたスペースにパスを出して安全にゴールをするという形で非常にあの使っていますねジーム・パク今ギリギリでしたね12秒前のギリギリだったんですが、ね、しっかりとこのボールを保っていきますねほとんどぴったりプレースピンするような動きもそうですね、まあ、バランスの一面なのでああなっても出てますことできるんですねあのこれスはですね、ハロジェってあって転倒しやすくなってるんですけどもスピードがついているところでターンすると片輪があのエッジで浮き上がってしまうんですねで、選手はそれもあの漕ぎながら計算に入れて車椅子操作をしているので特にハイスピードで猫背選手は車椅子のコントロールというのも非常に求められるスキルになります今もう8番のマイクトッドが突入していったところその手前でキャメロン・レスリーが相手を止めてきましたねそうですねやはりこう相手をブロックすることでそのランニングコースを作るというかスペースを空けるというプレーのブロックに対してのタックルでしたね小回りが効くなという印象があるのが一番のレスリーです。そうですね、もう本当に小回り効く、もうちょこ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 動くような選手で、もう相手にするとやはり厄介な選手ですよね。これ対戦すると長さが嫌ですよね、やっぱり。そうですね、やはり動きが速いので、一度振り切ったと思ってもまた回転したいなと思って。いや、スピニングですね。タイヤの車軸の後ろに車椅子でタックル当たりに行くと、はい、今のように危険にこう車椅子が回って転倒してしまうんですけどもそのタックルはスピニングファウルといって、今の韓国ボールだったんですけどもオフェンスファウルになってでニュージーランドボールに変わりますね、はい、今のスピニングファウルっていうのはなるべくおかしくならないですねもうボール自体はもうそのままほっといてもゴールできるっていう状態だったのにオフェンスファールをしてしまったことでゴールは認められずターンオーバーになってしまうのでああいうところは冷静にですね、次のプレーの準備をして
必要がありますね。いや、そうしているうちにキャメロン・レスリー俊敏さを生かして27対15としています。そうですね、今キューマのパク・ウジュル選手がボールを持った瞬間に、センターライン上で付近、センターライン付近でボールを持ったので、甘い選手、一番のレズリー選手がこうバックコートに押し出してやるっていうプレーでしたね。はい、あー、ここも奪い合いとなってもニュージーランドのボール、はい、あ、今のはですね、こう甘い選手が進行方向を攻める後方向を少し勘違いをしてしまって、向かって右側に進めないといけないんですけど、左側に進めてしまったので、一度フロントコートに入っているので、はい、バックコートバイオレーションという形で、またターンオーバーの韓国ボールになってしまいました。はい、あ、パスが通った。ウーチャンパク、女子選手の奮闘というのも、これまさに今後上、江島さんは目立ちますね。やっぱり重要な役割を考えますので、目立つってことはやっぱり飛行機ができているということなんですね。はい、これは8番のマイクトリッパーを伝えています。幻想で過去ベストルーキーに選ばれています。リーガルユニフォームの関係ですね、はい、相手の体に触ることはどちらラグビーは一切禁止されているの でボールを取りに行ったんですが、相手の体に触ってしまった、はい、そこでリーガルユニフォームの関係ですね、はい、取られてしまった。でこの反則を起こしてしまうと1分間のペナルティーボックスの、タイミングか、もしくはワンボールのですね、はい、ペナルティーボックスだけではならないので、2番の選手が、今戻ってきましたね。おー、その前から大きく当たります。これ決まってないですね。サイドラインを出してやろうっていう方向でのタックルでしたね。これも押して押して、そうですね、ということなんですが、おー、相当熱くなっています。ここはボールを保持しているのは9番のウーチャルパク、はい、で2番のチョイ選手に対してキャメル選手がこう当たってしまって、あのメガネがずれてしまったので1分1分という状態ですね。これで今ストップです。後方へのパス、見事に上がるのはニュージーランド、レスリー対ウチョク。パク選手が持っているところ、キャベツ選手のボールを通るといったところ、まあ、ライフヨーダーさんで投げ合わせてしまいましたね。はい、いやー、一気にプレッシャーが一気に増してまいります、ニュージーランド。取りたいんですか。韓国チームはパスの精度が落ちてしまっていますので、少しこう、パスの精度っていうのをフォーカスして上げていかないと、増えてくる時間帯だと思いますね。こういう時こそということなんでしょうね。そうですね、やはり出しても受けても、やはり手に障害を持っている選手なので、パスの精度というのは本当に大事になってきますね。まもなく残り10分になろうとしています。割って入るように前アーマイ、そしてレスビーへ、ニュージーランドチームの応援団も駆けつけています。韓国チームに戻ろう。これを12秒以内に相手コートへ、大きな声が上がるようになっています。そうですね、ちょっとフラストレーションが溜まってきているのかなと思いますね。
ただですね、ウィルチャーラグビーフランスでしょうかまでですね、カウント高ぶってしまうと、はい、パスミスで、パスミスであったりとかミスに繋がりやすいんですね。なので、連休だけクレバーに冷静にプレーする必要があるので、このチームは一回ここはですね、自分たちのプレーを見直して落ち着いていく必要があります。最後のパス、最後のパス、そういうところをコントロールしていくことも、これ日本チームもいろいろ考えがあると思いますけれども、そうですね、まあ、ジャパンのチームでもですね、メンタルトレーニングですねっていうのを、しっかり行っています。はい、やっぱり自分の感情をコントロールするっていうことも、選手にとっては一つプレーの質を上げるところにつながっていきますので、はい、そういったところも、専門家を招いてですねトレーニングを行っています。気を止めるウチョルパク、それでも止まりません。キャメロン・レスビー、1番反対側にはしっかりと控えてきた8番のマイク・コートです。非常にいいパスですね。胸元にしっかり収まる綺麗な感じの受け替えですね。どうしても足元が車椅子なので、健常者のバスケがですね、結構似合いパスであったりとか、ちょっと取りにくいようなボールも足がステップが届いてパスを取ることができるんですが、ステップを踏みたくても車椅子なんてできないんです、はい、なので手を伸ばせばないというのがパスを取れる範囲になってくるので、非常にこのパスの範囲というのが狭いというのがあります。でそこにしっかりとパスを通さなければならないので、パスの精度というのはウェンチャーリングにとって非常に大事になってきますね。そうですね、日本では池選手などが先ほどの戦いでそれを十二分に見せつけてくれました。池選手のすごいのはロングパスが正確なんですね。はい、やはり距離が長くなれば長くなるほどパスの精度というのは落ちやすいんですけど、はい、そのパスの精度がやっぱり高い、精度を維持できるというのは非常に、素晴らしい、点ですよね。今これキーエリアでプレイヤーたちが交錯していました。今のはニュージーランドポイントキーというファウルですね。が大きいエリアにディフェンス側は3人までしか出れないんですけど、もう4人メンバー入ってしまうとポイントキーになってしまいます。で8番の選手です、ね、はい、ニュージーランドの8番マイク選手が、4人目でキーエリアに入ってしまったのでポイントキーという韓国ボールですね。データにあってあるようですね、韓国の所有権だったので出てなくてですね。今のニュージーランドのキャラの選手がカットボールで、ラストタッチが2番のチョイ選手ですね。あ、15番ですね、はい、15番のいい選手。いや、今もこれそれぞれがどこにいるのかというのをこれ見ていて手を引くんですが、これ3にそれを奪う9番一応バック、ただ中でちょっとディフェンスに抑え込まれてしまっていたので、そこにパスを落とすのが難しかったですね。テレビ局でもテニケソンが見られる選手なので、まあ、キャッチの精度っていうのはあまり出ない選手、はい、ということでターンオーバー、これ必死を取ります。ランプは割っていません。パスつなげてゴール前、やっぱりレスリーがいます。8番の前選手、1回ファンブルして、ボールを見せていきそうになったんですけども、そこをしっかりと、チェアワークにですね、バーンして、はい、取り直したので、素晴らしかったですね。もう女子選手に当たるにも、もうこれ、躊躇ありませんからね。そうですね、やっぱり男子だから女子だからっていうところで、手加減をしたりするっていうことは、まずありえないですね。やっぱりもうコートに出ている以上、全員、選手ですので、はい、その辺はやっぱりお構いなし、両者が、プレーをしていますよね。逆に今はゴール前で5番のジウンマク女子選手が必死に大きな相手を止めてきました。止めてみせました。そしてその後また攻守が入れ替わりますが、これは時間を、そうですね、オールタイムの残り20秒をゆっくり使ってゴールをしようという、はい、間もなくあと10秒パスを通して残り4秒7、ここで33対18です。
が、9番の大野選手が、審判に対して、インバウンダーコールって打ちました、はい。自分が最初のパスをするインバウンダーをやるということをですね、宣言をすればガッチリと抑えられていたんですけども、はい、それをクリアしなければ、やらないです。なので、ディフェンスを